皆さんこんにちは。今回はリクエストをいただいた切り裂きジャックについて見ていこうと思います。ただこの切り裂きジャックに関しては多くの解説者さんが取り扱っているものですので、内容が似たものになる可能性があるため、あらかじめ前もって言っておきます。切り裂きジャックとはイギリス・ロンドンにて女性5人を惨殺した人物です。時は19世紀イギリス、まだ指紋操作すらなかった時代に5人の女性が刃物で何十回も刺されて死亡、臓器が持ち去られました。犠牲者たちは4人が売春婦でした。死体の切断や臓器摘出の鮮やかな手口は犯人が医者である可能性を支持していました。犯人に関しては様々な説が飛び交っているが、死体の状態からして解剖学的知識があることでは意見は一致しています。では本題ですが、切り裂きジャック、通称ジャック・ザ・リッパーが5人の女性を殺害した19世紀末のイギリスは、圧倒的な工業生産力を背景に、まさに世界の工場というべき栄華を誇っていました。しかし一方で、事件が起きたロンドンの人口は2割から3割程度が貧困層で、街の至る所に治安の悪いスラム街が散在していました。低賃金の工場で働く女性たちは生活のためにやむを得ず売春に走ることが多く、切り裂きジャックの犠牲者となった女性たちもそうした貧困層に属していました。事件の起きたイーストエンド地区は高い失業率、治安の悪さ、人口過密、人種対立と貧困層の問題が詰まった地域でした。そんな中、1888年8月7日、アルコール中毒の売春婦で夫と別れたばかりのマーサ・タブラムが39箇所を刺されて死亡しているのが発見されました。そのうち9箇所は喉でした。手口は似ているが、この事件は切り裂きジャックの犯行かどうかは判明していません。切り裂きジャックの最初の犯行として確実なのは、1888年9月1日のメアリー・アン・ニコルズの殺害です。彼女は5人の子持ちながらアルコール中毒で盗み癖があり、夫と別れホームレスの売春婦となっていました。午前3時45分、2馬車の運転手が内臓の飛び出た死体を発見します。スカートは腰までめくれていました。付近の朝早くから起きて仕事しなければいけない住民は不審な音などは聞いていませんでした。死体の傷は凄惨で、喉の刺し傷は深く、性器にも2箇所の損傷、肋骨から骨盤にかけて内臓が飛び出していました。2番目の犠牲者はアニー・チャップマン。2人の子持ちでアルコール中毒で離婚歴があり、時折売春もしていました。1888年9月8日早朝、簡易宿泊所の料金が払えず追い出されたが、その数時間後、両足を大きく開いた死体となって発見されました。首の切り込みは深く、骨だけが胴体とつながっている状態で、また腸が引き出され体の上に乗っており、他の臓器も周囲に散らばっていました。この事件も全く目撃者がおらず、悲鳴なども聞かれていませんでした。また臓器摘出の方法は明らかに素人ではなく、子宮は持ち去られていました。当時迫害を逃れて欧州各地から流入していたユダヤ人が激しい差別にあっており、犯人はユダヤ人説が浮上し、何人ものユダヤ人が5人逮捕されました。次は1888年9月30日エリザベス・ストライドが喉を切り裂かれて殺害されました。さらにそのわずか45分後にキャサリン・エドウズも殺害されました。アルコール中毒者だったが、切り裂きジャックの犠牲者の中で唯一売春の経歴がありませんでした。事件当日は酒に酔って夜の街を歩いていた時、目撃者の証言によれば、エドウズと話していた犯人らしき男性は年齢は30歳くらいの男性で、身長170センチから175センチで、中肉で色白で口ひげがありました。
切り裂きジャックが目撃されたのはこの1回だけでした。エドウズは喉が切り裂かれ、腰まで服がたくし上げられており、内臓が外に飛び出していました。子宮と腎臓が持ち去られ、鼻の先と右耳が切り取られていました。現場から少し離れた壁には、ユダヤ人は何も悪いことをしていないと走り書きがありました。犯行の後に切り裂きジャックを名乗る人物から手紙が新聞社セントラルニューズエージェンシーに届きました。また10月16日には警察に腎臓と思われる肉片が送られています。また手紙の内容は、心外なる編集長殿、警察はもうじき捕まえるなどと抜かしているが、連中にはまだ私の目星すらついていない、筋は掴んでいるなどと偉そうに話していたのには笑ってしまった。私は売春婦に恨みがある、捕まるまで切り裂いてやる、この間のは手際が良かった、レディーに悲鳴を上げる暇さえ与えなかった、連中は私を捕まえられるかな、私はこの仕事を楽しんでいる、またやりたくて仕方がない、次の仕事の時は女性の耳を切り取って警察に届けるよ、俺のナイフは切れ味抜群、時間があればすぐにでも仕事に行きたい気分だ、じゃあ幸運を祈ると。そして10月16日頃からユダヤ人の居住地域で大規模な捜査が始まりました。その根拠は人種偏見で、イギリス人がこんな残虐なことをするはずがないと。そんな中、1888年11月8日、最後の犠牲者となるメアリー・ケリーという売春婦が自宅である安アパートの一室で殺害されました。死因は右頸動脈の切断による失血死またはショック死、遺体の処理に数時間をかけたとみられ、腹部大腿部の皮膚が全て剥がされており、皮膚はテーブルの上にかけてありました。腹部からは内臓がなくなっており、両乳房が切り取られ、激しく損傷した顔面は骨が露出していました。首は骨に達する深さまで切り込みが入っていました。腎臓が片方の乳房と一緒に頭の下に、肝臓は広げた両足の間に、腸が遺体の右に、脾臓が遺体の左にそれぞれ置いてありました。この事件後、犯行はピタリと止んでしまいます。自殺説や事故死説、海外逃亡説など様々な憶測が発表されています。ちなみに10月16日にはホワイトチャペル自警団の団長ジョージ・ラスクのもとに小包が届いており、中には切り取られた腎臓と一通の手紙が入っていました。内容は、地獄より、ある女から切り取った腎臓の半分を送る、あなたのために取っておいた、残りの半分はフライにして食べてしまった、なかなかの味だったよ、しばらくしたらそれを切り取った血まみれのナイフも送ってやる、捕まえられるものなら捕まえてみろラスク氏よと。以後100年以上の月日が流れ、その間に様々な人物が疑惑をかけられてきました。犯人の有力候補としては、ドクター・クリームという医者やドクター・スタンレー、モンタギュー・ジョン・ドルイット、ジェームズ・メイブリック、はたまたクラレンス校まで多岐にわたるものの、どれもアリバイがあったりと、あくまで疑惑であり確信性のあるものではありませんでした。しかし2019年、なんと切り裂きジャックの犯人が特定できたというニュースが入りました。犯人は当時23歳だったアーロン・コミンスキーである可能性が高いということです。切り裂きジャック4人目の被害者のキャサリン・エドウズのショールには精液が付着しており、その体細胞を特定することに成功したということでした。 DNA がコミンスキーの子孫の DNA と照合したところ一致したということです。当時の捜査官のメモにもコミンスキーという名前が残されていました。しかし今回鑑定用に用いられたミトコンドリア DNA は、犯人を明確に識別するには
使用できないとのクレームが入るなど、まだまだ真相解明とはいかないのかもしれません。と、これが切り裂きジャックの起こした事件です。犯行文を送りつけるなどする劇場型殺人の中でも有名ですよね。今でも世間を騒がしている切り裂きジャック、本当の真実がわかる日は来るのでしょうか。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。